当時9歳だったのりたけ慶太くんは6年前の今日、一の宮市で下校中に横断歩道を渡っていたところ、ポケモン GO をしながら運転していたトラックに跳ねられ亡くなりました。今日は慶太くんの父高としさんや警察などが事故が起きた現場の近くでドライバーに対して運転中はながらスマホをしないよう注意を呼びかけました。 ハンドルを握るっていうことは、命の重さを握るんだっていうことをです、ね、今一度確認をして、ハンドルは握っていただきたいなと。愛知県では、先月末時点で、運転中に携帯電話を使用する交通違反の摘発がおよそ1万8000件と、全国最多となっていて、警察は今後、重点的に取り締まっていきたいとしています。